エアコンを使う際に少しの間席を外す場合はエアコンをつけたままにしておく方が電気代を節約できるという話を聞いたことがありますか？エアコンを消すよりもつけたままにする方が電気代を節約できるという説明は常識的には受け入れがたいです。一体どのような原理なのでしょうか？一般的に使用されるエアコンには低速型エアコンとインバーターエアコンがあります。これらのエアコンは冷媒が圧縮機、凝縮機、膨張弁、蒸発機の段階を繰り返し移動し、液体冷媒が気体冷媒に変わる際に周囲の熱を吸収して温度を下げる原理を利用しています。この時エアコンで最も電力を消費する部分は室外機とも呼ばれる圧縮機です。周波数を調整して圧縮機のモーター回転速度を調整する方式をインバーターエアコンといい、調整しないで決まったモーター回転速度で作動するエアコンを低速型エアコンといいます。では周波数をどのように調整するのでしょうか？私たちが使用する電気は直流と交流に分けられます。その中で交流の特徴は周波数があることで、周波数とは1秒間に電流の方向が変わる回数です。そしてインバーターは直流を交流に変換する電力変換装置であり、これとは反対の機能を持つものをコンバーターと言いますが、インバーターエアコンはより簡単な周波数調整のために両方の装置を使用します。家庭で使用される電気は 100V の交流電気です。インバーターエアコンはコンバーターとインバーターを利用して希望の周波数を設定し、圧縮機のモーター回転速度を調整します。モーターの回転数の公式は以下の通りです。インバーターエアコンは通常 20Hz から 95Hz までの周波数を調整でき、低速型エアコンは地域によって交流の周波数である 50Hz または 60Hz をそのまま使用します。低速型エアコンは設定温度より室温が高いと圧縮機が稼働し、室内が設定温度に達するとモーターの稼働を停止しますが、インバーターエアコンは稼働を停止せずモーターの速度を遅く調整します。モーターがある全ての製品と同様に、停止したモーターが新たに回転運動を始めると瞬間的な電力消費が非常に大きいです。したがって電力消費を最小限に抑えた状態でゆっくり回転させ、必要に応じて再び早く回転できるようにすれば電力消費を削減できます。このような原理を応用した製品がインバーターエアコンなので、長時間席を離れるのでなければつけたままにしておく方がむしろ電気代を節約できます。ですから自身が使用しているエアコンがどのようなものかを確認し、それに合わせて活用することで夏の電気代を少しでも節約していただければと思います。疑問は解決されましたか？